キングヌーは2013年常田大輝さんを中心にボーカルの井口悟さん、ドラムの関優さん、ベースの新井和樹さんの4人で構成されています。2019年白日が大ヒットし、彗星のごとく現れました。そこから瞬く間に人気となり、ヒット曲を生み出し続けています。そんなキングヌーの飛躍ぶりを、メンバーの歩んできた軌跡をたどりながら一緒に振り返っていきましょう。チャプター1、常田大輝さんの華麗なる幼少期。常田さんは1992年5月15日長野県で産声を上げます。常田さんはとても多彩な才能を持っているのですが、それを裏付けるかのようにご家族の経歴がとにかくすごいんです。祖父はカラーテレビの開発で紫綬褒章を受章した常田智秀さん、父はロボットエンジニアで、かつてはジャズピアニストとしてご活躍されていました。母は音楽教師としてクラシックピアノを教えています。兄は現在バイオリニストとして世界を舞台に活躍されている常田俊太郎さん。とても音楽に恵まれた環境だったので、常田さんが同じ道を歩むのも必然でした。5歳の頃、近所のおじさんからチェロを習い始め、才能を開花させていきました。小学校に上がる頃にはロックやジャズなど幅広いジャンルで音楽を聴くようになっていました。ジミ・ヘンドリックスやレッド・ゼッペリンなどの洋楽が好きだったそうです。同じ頃、チェロとは別に野球を始めました。このことについて常田さんは2020年5月5日のツイートで、小学生時代の常田少年気合入っとるなぁとつぶやき、今と変わらず熱量すごい、いやリトルヌー全開とファンの間で話題になりました。そして常田さん巨人ファンかなというリプライに返信する形で、横浜ベイスターズのファンクラブずっと入っとったとベイスターズファンだったことも告白しています。この時に公開された少年時代の写真は Spotify の子供の日の企画で24時間限定で公開されました。チャプター2、井口さんとの出会い。中学校に上がると後に運命を共にする井口悟さんと出会うことになります。実は2人は同郷で小学校も同じなのですが、井口さんが常田さんをしっかり認識したのは中学校からだと後にラジオで話しています。井口さんは、大輝の今の雰囲気はずっと変わってないねと言っています。対して常田さんは、ずっとカリスマだったと答え、常に輪の中心にいたことを振り返っています。井口さんはお酒を飲むと陽気に歌い出す音楽好きの父親の影響もあり、幼少期から歌うことが好きだったそうです。井上陽水やオフコースなど日本のポップスを聴いて育ちました。2人は中学校で共に合唱部に所属しており、常田さんはマリンバを担当していました。 NHK 全国学校音楽コンクールの全国大会にも出場したほど部活動にも力を入れていました。そして常田さんはこの頃からマルチトラックレコーダーを使った作曲を始めます。その理由として後にこう語っています。中学生くらいから作ってて、特にきっかけがあったわけじゃないけど、ビートルズが多重録音してるのを聞いたりしてっていうのはあったと思う。自然すぎてあんまり覚えてない。曲はギターやらピアノやらチェロで作ったこともあるし、ドラムやベースから作る曲もあるから、いろいろです。音楽一家に生まれた常田さんにとって、曲を作ることは特別ではないと言えますね。中学1年生の時、両親には内緒で秋葉原の楽器屋さんでギターを購入し、友人とバンドを組んだそうです。その後、常田さんと井口さんは別の高校に入ることになり、それぞれの道を歩むことになります。チャプター3、東京芸術大学に入学。高校を卒業後、常田さんと井口さんは同じ大学に入学することになります。それが名門東京芸術大学です。2人とも国内トップクラスの芸術音楽大学で再会するなんてドラマチックですよね。ですが常田さんは1年も経たないうちに大学を中退してしまいます。その時のことを常田さんは、大学には1年も通ってなくてすぐ辞めちゃったんで、あんまり思い出はないですね。とりあえず入っただけというか、クラシックへの興味は今でもありますけど、そっちの世界で生きていこうとは思わなかったです
と語っており、大学入学時にすでに中退することを考えていたんだとか。井口さんとは大学の学園祭で再会しました。中退した後、学園祭にバンドで出演してほしいとオファーを受けた常田さんが大学に行くと、モッフル屋の客引きで歌っていた井口さんと再会を果たします。8年ぶりの再会でしたが、そこまで仲が良かったわけではなかったらしく、お互い存在は知っていた程度だったんだそうです。常田さんは井口さんに曲のレコーディングを頼む形で当時組んでいたバンドサーバウィンチューと誘います。常田さんは井口さんの声を嫌われない声と呼んでいます。とあるインタビューで、嫌われないっていうのはすごいことだと思っていて、俺の声だけの曲だと嫌いな人も多いと思うんです。そこを悟が広げてくれるというか、メジャー感のある声だなと感じていたので、と話しています。チャプター4、キングヌーの結成。ドラムの関優さんとベースの新井和樹さんは、関さんが足しげく通うセッションバーで出会います。その後、別のミュージックバーで関さんと常田さんが出会います。常田さんは関さんと新井さんを自身のバンドサーバウィンチへと誘い、そこに井口さんも加わり、現在のキングヌーのメンバーが一堂に会します。サーバウィンチは2013年から常田さんが個人で始めた活動で、固定メンバーは決まっていませんでした。当初、井口さんと新井さんはサポートメンバーという立ち位置だったそうです。4人でセッションを重ねていくうちに感触がとても良く、このまま4人でやっていこうと自然にバンド結成していったんだそうです。そして2015年、現在の4人体制での活動がスタートしました。2017年にアメリカの大型フェスサウスバイサウスウェストにて全米7カ所でツアーに参加します。このツアーの前後2週間程度ですが、バンド名を東京カオティックに変えて活動しています。そして同年4月にサーバビンチからキングヌーへと改名します。バンド名をキングヌーにした理由について、常田さんは、ヌーという動物は春から少しずつ合流して最後はでかい群れになるんですけど、自分たちもそうなれたらいいなと、と話しています。さらに7月にはフジロックフェスティバルに出演しています。これがメジャーデビュー前だというので驚きですよね。10月26日、キングヌー名義としては初のファーストアルバム東京ランデブーをリリースします。翌年2018年1月28日キャリア初となるワンマンライブ東京ランデブーを渋谷 WWW2 で開催し、チケットは即日ソールドアウト。ファンからの熱望により追加公演も行われました。チャプター5、圧倒的な実力でメジャーデビュー。キングヌーはメジャーデビューする前から様々な音楽関係者やアーティストが注目しており、デビュー後も各方面から絶賛されています。米津玄師さんは2018年8月10日にこの曲邦楽で一番好きと楽曲プレイヤー X についてツイートされています。また菅氏香さんは2018年11月8日のツイートにて、キングヌークソかっこいい、こういうのがドカンと売れてほしいなぁとつぶやいています。そして来たる2019年1月16日セカンドアルバムシンパをリリースし、メジャーデビューを果たします。デビューが決まった際、井口さんは号泣したそうです。インタビューで井口さんは、まあバンドってドラマがあるものじゃないですか、大輝は幼なじみだけど今こうやって一緒にバンドやっているなんて不思議だなぁと思うし、この4人が揃っているだけでドラマがあるし、これこそバンドの魅力だなって思います、と語っています。不思議な縁を感じつつ、ずっと一緒にいた仲間とメジャーデビューを果たすことを考えたら、込み上げてくるものがあったのでしょうね。1月19日から放送がスタートした日本テレビ系土曜ドラマイノセンス冤罪弁護士、このドラマの主題歌として書き下ろされたのが白日でした。チャプター6、白日で一気にスターダムへと駆け上がる。2019年2月22日にデジタルリリースされた白日は、常田さんのご友人が立て続けに亡くなられたことをきっかけに制作されました。地元の友人が2人も立て続けに亡くなったりして、生と死を強く意識した年になりました。最近の自分の作詞作曲にはその出来事の影響が強くあります。ずっと避けていた墓参りに行こうと思えたのはこの曲のおかげかもしれません。
白日のミュージックビデオが公開された頃のインスタグラムの投稿文にはこのように掲載されました。12月31日に NHK 紅白歌合戦に初出場を果たし、圧巻のパフォーマンスで白日を披露しました。出場した際ちょっとしたハプニングがあったようで、白組司会の桜井翔さんがジャニーズの後輩であるキング&プリンスとキングヌーがごちゃ混ぜになってしまい、キング&ヌーと紹介されてしまったそうです。後に井口さんはツイッターにて、本番前自分でも恐ろしいくらい集中してたんだが、桜井くんのキング&ヌー言い間違いでめちゃくちゃ緊張したと、さらにそこ含めいい年末でした、みんなありがとうと2回にわたってツイートしました。白日によってより多くの人に知られることになったキングヌーはさらに飛躍していきます。チャプター7、群れをなしていくキングヌー。2020年9月8日には日本人として初めてレッドブルとパートナーシップ契約を結ぶ快挙を成し遂げました。2021年11月4日同年12月24日に公開される劇場版呪術廻戦ゼロの主題歌として一途を書き下ろしたことを発表し、さらに映画公開当日にはエンディングテーマ逆夢の存在も明らかにされ、映画とともに大きな話題となりました。そしてこの2曲はキングヌーの4枚目のシングルとして12月29日にリリースされました。翌年2022年には一途と逆夢が第64回日本レコード大賞で特別賞を受賞します。そして今年2023年5月からはキングヌー初となるスタジアムツアーが開催されます。常田さんはキングヌー以外にも音楽家集団としてミレニアムパレードを主催、メンバーには実の兄である常田俊太郎さんも参加しています。井口さんはアーティスト活動以外にも俳優としての一面も併せ持っており、ドラマや映画にも引っ張りだこです。今回はキングヌーについて一緒に軌跡をたどってまいりました。この動画を見て名前は知ってるけど曲は聞いたことないという人が少しでも曲を聴くきっかけになれば幸いです。本日の名言、俺はステージ上でも普段通りのマインドで音楽をやりたい、動きやすいし寝れてうちの姿のままステージにも立てるスウェットが好きなんです。それではまた次の動画で。